ちゃこんにちは。はい、ゆたかさん。はい、まあね、あ、お帰りなさいですよ。そうだよ、それが先だよ。お前いろんな事件があったんだよ。え、沖縄でキャンプ中2月って、最後の締めはさ俺がメール打ってたらバーンって携帯が飛んだんだよ。え、で何したって言ったら、なんかじいちゃんみたいなやつが邪魔だろうとか言って、え、嘘、ちょっと待てよって。え、おじいちゃんが、お、まあ、じじいが、あ、じいちゃん、俺もじじいだけど俺もじじいだけどさ、って、いや、そんなどうだメールしたら邪魔だろうとか言って、で急にバーンってやられたんですか、うん、ちょっと待ってくれと言ったら分からない、なんで殴るんだと、はい、いうようなことで追っかけてて、ちょっと名刺くれ言って、はい、なそしたら嫌だって言うんだよ。何が嫌なんだよって、お前は正しいと思ったら名刺出せみたいな。もうね、そんな事件があったんだよ。そんなこともあったんですか。あったあった、いろいろあった。もう珍道中もいいとこだよ。とにかく 2月はいろんなことがありましたね。なんか心配されてどうかされましたかみたいな、周りに。いや、周りに。携帯は無事でした。いや、だから携帯もう無事じゃなかったらもう激狩りで、うん、いや携帯がないと仕事にならないじゃん。そうですよね、うん、でなんか携帯のになるなみたいな。いやいや、お前に言われたかないよみたいな。確かにそうですね。お前何の関係があるんだって。どちら様ですかですよね、うん、そう、お前何知ってんだって、うん、お前携帯持ってるやないかよ。まあそういうことがありながら、ありながら、ね、キャンプいろいろ回ってきました。回ってきましたね、はい、で今回第2弾のキャンプでは、はい、ジャイアンツも、はい、見てきたということで、もちろん今日はちょっとジャイアンツの話なんですけれども、はいはいはい、非常に興味深いというか、はい、まあ、これスポーツ報知さんでの掛布、はいはい、さんとのちょっとやり取りのインタビューなんかがありまして、そこでまず打順ですよね。今年の巨人打順どうするんだよ、うん、だろうというところで、最初、まあ、安倍監督がずっと言ってたのはもう4番岡本選手、はい、そこを決まってると。まあそうだね、はい、話している中で、はい、例えばまあ、5番に、吉川尚輝選手とか、はい、でキャンプでよかった佐々木選手なども置いてみたい、はいはいはい、そして2番に右バッターを置きたい、はいはい、この話が出てるんですけど、まあ、そうだね、あのね、はい、左バッター出身の監督って大体右を置きたがる、はい、やっぱね引っ張るのって難しいんだよ。あ、そうなんですね。やっぱり、なんていうの、配球的にランナー一塁にいて、はい、引っ張らせない、うん、配球をしてくると思うんだけど、はい、左がねこう引っ張ろうとするとこねたり上がったりするんだボールが。あー、そっか。で右っていうのは追っつければいいから、うんうん、右の人には申し訳ないけど、はい、追っつければいいから右の方向に比較的簡単には打ちやすいんだよね、左よりは、はい、だから阿部監督も、うん、左バッターでしょ、はい、だからそういう意味では右を置きたがるっていう気持ちはすごくわかる。あ、だからそのファーストにランナーがいて、うん、その時にじゃあこのバントのサインではなくてやっぱり進塁打というかヒット。いや、バントもあるよね、うん、でそのやっぱバントからじゃあ進塁打にヒッティングに変わるっていう時にやっぱ右打者の方が、まあ、ランナーは見えやすいとかね、あ、まあいろいろあるよね。そうか、だからまあやっぱり左バッターの監督だなとか、ね、あ、思うよね。そこはやっぱり原監督とはちょっと違う。まあ、そのこだわりという意味ではね、うんうんうん、だからそれは違う。だから昔で言えば河合という、はい、ね、今守備走塁コーチやってるけども、はい、そういったイメージの2番よりは少し長打力もあって、うん、だからお声という選択肢があるのかなという、ね、そうですね。でお声の足も素晴らしいから、はい、お声がハマってくれるといいなという、うん、まだ今希望的な観測だよね、うん、はいはい、そこでやっぱりこうオコエ選手の名前を挙げていたりだからこそ右の、はい、あと萩尾選手にも頑張ってほしい。まあそうだね。でもね、オコエはね変わったよ。どうでした、ね、バッティングがね、こう肘が腕がねこう伸びるのが早かったんだけど、できるだけ最後まで最後まで内から出しておいて伸びるようになってるから、うん、まあ、すごく手さばきっていうか、はい、上手になってるね。うん、だから生き生きしてたわ。あ、そうだったんですね。そうそうそう。ということはやっぱり2番は右打者が非常にチャンスがあるということですね。まあ、そうだから理想がハマってくれるといいよね、うん、だから全体的には左がやっぱ多いんだよ。多いですね。だから右って言えば、まあ、例えばオコエがいて、はい、萩尾がいて、はい、まあ、長野はいるんだけど、長野が常時出れるもう年齢でもないし、はい、まあ、そうなってくるとやっぱオコエ萩尾っていうのが、うん、まあ、ハマってくれると打順は組みやすくなると思う。そうですよね。でやっぱり1番には門脇選手を置きたいと。まあ、そうだね、うん、まあ、理想だよね。そうですよね、はい、そしてやっぱり5番
で、はい、このキャンプが始まった当初は5番に吉川選手だって動画撮ったじゃん、うん、5番適正誰だって言ったら、うん、やっぱ動画では坂本がやっぱり一番いいだろうと、うんうんうん、そしたら岡本と勝負になってくるし、はい、岡本の打点も増えるだろうし、うん、やっぱ坂本がいると、うん、安易に、まあ、嫌だよね、いや、うん、安易にこう避けて岡本を避けて通るっていうことはできないから、はい、だからいいだろうと言ってたんだけど、うん、安倍監督の考えというのはちょっと違ったね。そうなんですよね、うん、そのやっぱり何でもできる選手を5番に置くと面白いと。だからイメージ的に考えると、うん、オスナ、中村、サンタナ、これヤクルトの打線だけど、うん、サンタナ、中村、オスナ、この中村が何でもできた時に優勝できてるじゃない。例えば送りバンドだエンドランなり、うんね、つなぎ役の6番だったんだけど、はい、ヤクルトの場合はね、うん、だけどそれを5番に置きたいっていうふうに、まあ、多少考えてるということと、はい、やっぱ5番が出ることによって下位打線、やっぱ下位打線って言ってもその大城がいたりだとかさ、はい、やっぱ結構オドアがいたりだとか、はい、いたりとかするとすごく強力になってくるんだよね、うん。そしたらやっぱ1本のヒットで5番バッターが帰ってこれると、これもね実戦で見てたけどやっぱ入ると吉川の足はすごいな。ああそうですか。やっぱ帰ってくるよ。だからそういうイメージを持ってるんだと、打順に。だからこれはねオープン戦をやりながらいろんな試しがあるけども、はい、面白いと思うよ。面白いですね、うん、でさらにその最初は吉川選手とおっしゃっていたのがやっぱりキャンプで調子の良かったのが佐々木選手ルーキーの、はいはい、なので佐々木選手5番というのも面白いという話もされていて、まあまあそうだね。それはどうですか高さん。いやあの状態であれば、うん、まあありだと思うよ、うん、まあありだと思うけども、でもシーズンに入って、はい、やっぱ吉川の方がまだまだ一枚上手かなっていうような感じはするけどもね、まあ、それはやっぱり経験値という、まあ、もちろんもちろん、うん、ただなんていうの、佐々木もね順調に最初取っかかりがこうパッと良くて、はい、そうなってくるとあの佐々木っていうのもありだと思う。そうですよね、うん、でその後ろにまあ小戸がいたりとか大城選手いたりとか、はい、あと岡本選手の後ろの打者というところを考えてやっぱり5番坂本選手もありかなというふうにもやっぱり話してるっていう。いやそりゃそうだよ。やっぱ避けられると、はい、その重圧が5番に入ってくる。もう昔から巨人の5番っていうのはテーマなんだよね。 ON の王さん長嶋さんの後ろ誰が打つかによって、ああの全然勝敗が決まってくるという。あの時代は5番って誰だ。末次さんとか、まあ、ものすごく古いけどね、はい、とか柳田さんとかものすごく古いけどねいやだけどやっぱ5番打者っていうのは巨人の打線において伝統的に重要なポジションになるよね、はい、そうなんですね。だからここを阿部監督っていうのは重要視を多分してるんだと思うよ。5番ですよね、うん、で理想的にはやっぱ勝負強くて、はい、動けて勝負強いという、まあ、贅沢な話なんだけどさ で, す、ね、でも吉川もやっぱ勝負強さも持ってるし、まあ、佐々木っていうのも勝負強さ持ってるから、はい、だからここら辺がうまく最初スパッとスタート切れれば、うん、結構いい打順になるかなという。ここがつまずくと、うん、ちょっと待って、やっぱ坂本を5番にしようとすると、はい、やっぱ小戸の状態で上に持っていくか、うん、あオドワか、うん、オドワを、うん、だから非常にこれは楽しみだね。そうですね、打順のその争いというか、うん、だからある程度メンバー的に出ていく人間っていうのはある程度決まってるんだけども、はい、その配置をどうするか、うん、だからヤクルトみたいにここをつなぎの5番にするのか、はい、つなぎとか、まあ、勝負強さとか、うん、いろいろ含めた5番にするのか、やっぱ阪神みたいに例えば2番お声がダメだったら2番に誰かを入れるとか、はい、だからあんまり打順をいじりたくないみたいよ。そうなんだ、うん、これはやっぱ岡田さんが、はい、まあ、例えば近本が抜けた、うん、まあ、昨年ねデッドボールで、うん、で1番木浪を持ってくるかなと思ったら、うん、中野を上げるかなと思ったら、いや1番はこれ、他の打順はいじらなかった、うん、多分ね阿部監督もそうすると思う。そうなんですね、うん、だからこれはね非常に興味深いな。そうですよね。で、うん、一つの目ではやっぱり3月に遠征があると、はい、の、16、17の日本ハムのエスコン、うん、はい、そこまでかなというところで、うん、やっぱりそこでふるいにかけるというか、
まあある程度頭の中にあるだろうけどね。まあだけどその内野がこう決まってる、まあ大城がもう絶対的なキャッチャーになってるし、はい、でお堂はを使う、ね、はい、まあセンターを誰にするのか、レフトセンターね、はい、まあレフトは丸なのかっていうね、うん、まあそういう選択肢の中から言うと、はい、やっぱセンターに誰が入るのか、でセンターに入る人間が2番を打ってくれるとお声とかね、はい、これはこうハマってくるという。そうですね、これもし佐々木、例えば丸選手じゃなくて佐々木選手も調子がこのまま良くてオコエ選手と佐々木選手を使いたいってなると、だからそしたらオコエが2番、うん、で6番に、まあ、7番かもからね、うん、大城やっぱりさすがのバッティングするからさ、はい、でも小戸が状態的には良かった、だから下位打線っていうのがすごく充実をしてるという、うん、そうですね、だから言えば吉川が1番の役割をする可能性だったら5番に入って、はい、ね、でつなぎもやるし、うん、だから非常にね、あ、考えてることはすごい理にかなってるし深いなっていうふうに思って帰ってきたけどね、はい、やるな、しんちゃんやるなみたいな。いや、そうですね、やっぱりずっとその、ね、原監督の隣で昨シーズン見てましたし、うん、2軍の監督ももちろん経験されてますし、ね、うん、まあすごいですよね、まあまあそこら辺の経験はあるよね、うん、あとその掛布さんが巨人に一番大切なことは今、はい、打つことよりもやっぱり走る野球じゃないかというふうに思ってる、うん、ということをやっぱり阿部さんに振ったところ、はい、やっぱり練習の中でも亀井コーチがシート打撃でもタイムを測って伝えたりとか、うん、意識づけを例えば新岡ヘッドコーチも全員の前で言ってくれたりしていると、はいはいはい、やっぱとにかくその阪神とジャイアンツの違いということでミーティングもしたらしいんですよ、うん、やっぱ相当ね、やっぱ意識してるよ。亀井コーチに聞いたら、はい、阪神戦で必ず7、8、9に失点してると、うん、でそれは足絡みなんだと。あ、だからそこら辺の差っていうのは大きいから、はい、やっぱ考えていかなきゃいけないですねって亀井コーチも言ってたんだけど、うん、まあ、阿部監督も采配見てると広島戦だったんだけどね、はい、やっぱこうちょっとクイックのタイムが 遅ければすぐ走らせてたよ。うん、だからこれもシーズン中に思い切りいければいいんだけどもね、本来そうですよね、うん、本来ただね、あの話を聞くと、うん、ホームランっていうのは巨人は出ると、うん、うん、そうですね、出るでしょ、はい、でホームランで勝ってるイメージ強いでしょ、はい、だからその印象を払拭したいと。ああ、それもおっしゃってます。いや、それでね、うん、昨年は打つんだけど得点圏打率が低いと、はい、そうです、そうです、でそれをねものすごく意識してたよ。あ、そのミーティングもやっぱりやったそうです。あ、だからそれはやっぱね、打球方向が変わってきてるという、うん、あ、それはそのセンターからレフト方向にってことですか。あ、そうそうそう、引きつけて反対方向とか、あ、もうあの簡単には終わらないっていう、はい、そういうしつこさを持った打線にしたいと、はい、ということはやっぱ走塁っていうのはすごく大事なんだよ、うん、だから次の塁を狙うって、だからそれにつながってる、うん、だから俺は素晴らしいキャンプをやったなと思うんだよ。ものすごい充実してる。そうそう、うん、それが最初のオープン戦とか出てるから、はい、それが成功してるし、うん、みんなやってきたこと1ヶ月ミーティングをし、やっぱこう積み上げてきたものが最後に、はい、あ、間違いじゃなかったっていう答えが出たんで、うん、いや、よし、これでいこうみたいな、うん、なんか意思統一ができたようなオープン戦を沖縄で行ったんだよね、うん、はい、だからこれがレギュラー陣が入ってきてこれができるかどうか。まだ若手には徹底されてるけど、はい、まあ、レギュラーもやると思うけどね、あそこら辺の技術が高いから、うん、で野球もよく知ってるし、はい、だからそういう風になってくると、うん、やっぱ走塁盗塁、こういったことも使い出してくるよね。そうですね、まあ、盗塁の数もやっぱり阪神よりも少なかったと。でそれプラスやっぱりその規格数ということで、その走れと走塁も盗塁もそれも少なかったと。去年まではさ、やっぱ渋滞を起こしてるというね、はい、こともあったし、だからそういう渋滞をしないためにも吉川に頑張れと、5番そう佐々木に頑張れと、はい、うん、っていうようなことだよね。でキャンプでやって徹底してきてやってきたことがある程度その、まあ、練習試合やオープン戦で少し結果がもう出始めて見えてると。やっぱね、うん、だからそうなってくると、うん、やっぱ選手たちも、うん、やっぱ答え合わせをして間違いじゃなかったら、うん、なんかこう気持ちの中でガッツポーズするじゃない、うん、なりますね。で、ああ、これ間違ってないんだみたいな答え合わせができたんで、うん、だからこれはまあチーム的には乗っていけるかなという一つの、うん、まあ、なんか
目標ができたかなっていうような感じがするよね。だから非常にいいキャンプだったし、いいオープン戦だったよね。そうですよね。で、実は新庄監督が、はい、その今日も実際にはこの時間この動画が流れている時には終わっていて、今まさにこれから、日本ハムとの練習試合が行われるんですけども、はい、新庄監督はその阿部新監督と戦うのが楽しみだと、はい、自分が戦いたいと思っているその意図をまさに今阿部監督はやろうとしていると、はいはい、チームのために犠牲になって勝利するっていう、はいはい、その戦い方が今年の巨人の阿部監督がされているので非常に戦うの楽しみだと話してたんですけれども、だからね1年目からやっぱね1年目の時っていうのは選手も遠慮したりとか、まあ、あっちゃいけないことなんだけども、はい、でもはっきり言ってるな、もう阿部監督は言ってる。そうです、ね、だから言いたいことをこう言って促してるというか、うん、選手にね、だからそういうこともできてるし、はい、うん、だからその一球をどう考えるか、一、うん、球の大切さ、一球の意味、うん、こういったものをやっぱ選手に浸透させようとしてるよね。特に、まあ、秋広選手にはすごくこう、ね、成長してる、厳しくは当たるけども、はい、でもその裏にはやっぱ期待してるというね、うんうん、まあ、現れだから、ね、はい、言われるうちが花っていうのはもうこのことを言うんだなっていうふうに思うよ。そうですよね。じゃないとうかうかしたら本当に外野争いから外れてしまいますもんね、うん、まあ、新庄監督もなんかじっくり話をね、うん、してくれたけども、はい、本当に今日の試合というのはね楽しみだろうね、うん、そうですね、はい、いやでも本当にあの巨人の今年のキャンプの、はい、ね、過ごし方、そして練習試合オープン戦見てると、はい、ますますシーズンが楽しみになってくる。いや本当に期待できるなっていうふうに思うよね、うん、だからその描いてる選手たち、理想とされる選手たちが本当にやれるようにね、はい、やっぱチャンスだし頑張らなきゃいけないというね、うん、はい、まあ期待してます。はい、はい。